パラ系記念館の主任学芸員の田崎と申します。例えばこの地元についての質問。生まれ育った元宮の聖火から見える岩手山です。若い頃甲中新港という山梨県の修行に集団勝負。原さんの声を録音したデータがないんですけれども、原さんの、まあ、写真であるとか、あのお顔の形骨格とかからですね、AI を使ってあの声を再現するという質問。原さんと言いますと、まあ、平民宰相ということでよく知られてますけれども、日本で最初の、まあ、本格的な政党内閣を築いた方。原さんが総理になるまではですね、薩摩長州土佐肥前、明治政府を築いた藩閥の方しか総理大臣にはなってないんですよね。でそれ以外の方で、まあ、東日本で初めて総理大臣になった方、うん、とりあえず今回は地元の小学校の皆さんに質問をいろいろ考えていただいて、それに原さんが答えるという。例えばこの項目を選びますと、法塾教という仏教の経典に良い行いを積み重ね、人に尽くして見返りを求めず、政治家としてももちろんですけれども、それだけじゃなくて人間性であると、法塾の精神、人に尽くして見返りを求めるとか、原さんの思考回路なんかも AI に学ばせて自由に質問ができて、それに答える形にできれば一番いいなって話はしてるんですけれども、